みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほとみみです。はい、ということで今回はですね、サムネにある通り今からみみの100問質問コーナーということで、今回は私質問を読ませていただくので、画面にはいないのですが横にいますので、こんにちは、姉です。姉です。姉です。最近ちょくちょくあれだね、リミの動画に姉でーすって映ることが多いね。確かにねえ重くて持ち上がらないという。頑張れ。それでやるの？うん。あいや、いた？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 大丈夫？痛い。大丈夫？ちょっと優しく、クマに優しくしたの。じゃあ早速第一問目いっていいですか？はい。じゃあ行きますね。はい。身長は、身長いくつ？もう130いってるかな。わかんない。前はいくつだった？128。ほんと？あ、じゃあだいぶ経ってるからいってるかもね。いってるかもね。すいません、最近測ってないのでりみちゃんわかんないんですけど。じゃあ私も150いってるかな。わかんないはい、次。体重は言える？やめとく。1キロ。1キロ。ついちゃいけませんよ、りみさん。嘘はいけません。はい、次。足は速い方、遅い方？速い方って言いなさいよ。遅くはないよね、うん、じゃあ速い方だね。速い方自分じゃ言いづらいね、これね。自分じゃ速い方とかなんかちょっと自慢みたいになっちゃうからね。今のスイッチの充電何パーセント？さっきやめた時 40%。 40%。好きなゲームは？好きなゲーム2つあるよ。何？何？スプラとアトモリ。おお。習い事は何やってる？何もやってません。好きな歌は？好きな歌は？なんだろう。なんだろう。歌。歌はなんだろう。最近何？心臓。心臓？何何？心臓？心臓？心臓って言ったの？なんとか心臓。心臓って。心臓？なんとか心臓。心臓？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 心臓って言ったの？知らない。誰の歌ですか？なんとか心臓なんとか。なんとか心臓なんとか？知ってる？最近聞いてないから忘れた。心臓調べといてリミ。テロップで多分書いてくれるよ。後で調べときます。次いきます。カレーの子と付き合うなら誰がいい？私もこれあった時は肉って答えました。あったよね。リミ、人参。人参。どうして？あのね、カレーにつけてる人参ね、うん、なんか柔らかい。柔らかいんだ。次の理由は柔らかいなんですね。はい、次。コロナに一言。コロナに一言。え、ビビさ、うん、すごいこと言うからピーかもよ。いいよ。やっぱりやる。やっぱり嫌だ。なんで？いいよ、言ってみ。いいよ、すごいこと言っていいよ。ピーするから。プーシュ。わー。はい。あつ森以外で好きなゲームは？チョプラ。チョプラか。やつまんねえ。どんなことにお金使ってるの？ゲーム。ママ答えちゃダメだ。はい、どうぞ。貯金。あ、貯金。貯金だそうです。好きな食べ物は？なんだっけ、なんだっけっていう食べ物が好きだそうです。違うよ、何？好きな食べ物何？ポテトとコーン。ポテトとコーン。
そんなにゲームが好きなんですか？あまり嫌いからです。今一番どこに行きたい？ディズニーランド。ドゥーはい、次。はい、ユニバーサル。うん、ユニバ。ユニバも行きたい。好きな YouTuber は男女一人ずつでお願いします。女の子。うん。はくるみっていう人。あー、ゲーム実況の方ですね。ね、はい、はい、男性は。あんま見ない。そう、見てんじゃん。見なよ。ねえ、名前わかんない。お花井夏樹さんしか知らない。え、あとの人は誰？花井夏樹っていう。あー、違う。いたねあつ森のね、ゲームをね、うん、すごい見てね。そう、あつ森のゲーム実況してる人みんな好きってことでいいですか？マイゼン。マイゼン。はい、じゃあ。マイゼン。マイゼンでいいですか？じゃあ。マイゼンは男でしょ。男、男。好きな人はいますか？いません。次いきます。好きなアニメは？最近何見てる？いっぱいあるじゃん。鬼滅、ヒロアカ、進撃、ヒロアカ。ヒロアカ、ヒロアカだそうです。ヒロアカ。課題は終わりましたか？まあでも、順調に終わってる気がする。3年生なんでね、まだね。量もそんなに多くないかな。はい。暑い。暑い。暑い。雲暑い。暑い。正直、志保、かっこ姉のことどう思ってる？何その手は。バッシュクイズ。取れた。あそこ取れた。ちょっと怖いんだ。へえ。得意な教科は？得意な教科。ゆみね、体育好きなんだけどね、うん、着替えるのめんどくさい。で、結局何が得意なの？体育？得意なんだよ。図工。図工。はい。苦手な教科は？算数、国語。へえ、そうなんだ。王道が不得意ってこと？次、はい、まあ、プーさんの好きなところは？プーさん、はちみつ食べたい。が好きなの？が好きなの？ちょっとさ、目がさ、可愛いとかさ、体型がぽっちゃりしてて可愛いとかさ、ないのな。ミッキー優しい。ミッキーに優しいだそうです。ミッキーに優しい、うん、はい。好きな場所は？好きな場所、家。家、うん。誕生日は？6月10日。特技は？同じだ、ゲイ。特技。あ、特技は、うん、特技は自分で書いた漢字を読めないという。特技は？特技。何特技？得意なことだよ。ゲーム。技とかさ。4時間でも何時間でもできるぜじゃないの？じゃないの？4時間でも5時間でも6時間でもできるぜ。それが特技じゃないの？そうなの。どう？どう？ねえ、24時間ゲーム生活した。ダメだよ。それやったら絶対できちゃう。ゲームをずっと続けること。うん、そうです。鬼滅で好きなキャラは？むいむい。むいくんだそうです。喧嘩をどんなことでするんですか？どんなこと？しーちゃんと。うん。リミ、片付けない。片付けない。あ、なるほどね。で、しーちゃんがなんで片さないのって。なるほどね。あと白黒取り合い。もう一人できるのならば妹か弟どっちがいい？妹。マラソン大会は何位ですか？5位。スクショタイム。はい、それでいいの？OK。あつ森
キャラは。おし。好きなキャラ。好きなキャラ。リッキーとグユミンとあとはもう一人増えたの。オレンジが多い。クマちゃんでオレンジがいろんな色がついてる。目がボタンのクマ？クマちゃん。なんて名前なんだろう。ね。ママが多分画像貼ってくれると思う。画像を貼れるかわかんない。あれわかんない。後で教えて名前。わかる後でな。後で聞くね。はい、次。家で好きな場所は、好きな場所ではなく家の中で好きな場所です。リビング。リビングですか。そうですか。ゲームする場所ですね。楽しみなことは、かっこ今って書いてある。言ってあげようか。この撮影の後にゲームすること。いや、わかるね、リビは。わかりやすいよ ね。はい、次。ユナって呼んで。ユナちゃん。好きな髪型は、おろしゅ。好きなスポーツは、鬼ごっこ。学校の給食で好きなものは、学校の懐かしい、ね、この前書いてたじゃん、ビンバー。ビンバー。ビンバー。嫌いな色は？嫌いな色？赤。ピンク。紫。紫も？はい。24時間チャレンジ待ってます。はい。はい。学年が上がって難しくなったことは？はい。はい。漢字。算数、やだやだやだ橋やだ橋橋何橋って漢字の橋橋っていう漢字、うん、なんで時間画数画数が多いから次、はい、橋だけやもんどこで服買うのが多いどこなめとしほちゃんが勝手に買ってくることが多いじゃないその通りその通りだよねねりんぎゃんも自分で買わないもんうん誇り立ったで おとなしく触ってくれる飛び跳ねないはい次 YouTube をして楽しいことはなんだっけ24時間生活うんが楽しいのが楽しいんだ今欲しいものは今欲しいものキノピオ隊長ゲームの話ですねこれもまたどうどうゲームでキノピオ隊長あとね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 うんあとアミーボあー、ミーボね、うん、姫ちゃんのアミーボも欲しい姫ちゃんのアミーボうんエスプラの姫ちゃんそうのアミーボも欲しいってことうんあれ私もあ、持ってない次いきますそっくりさんでえそっくりさんあ、そう、違くないそっくりさんでしっかり読んでもらっていいですかそっくりさんで誰に似てるか気になりますそっくりさんで誰に似てるか気になるアプリの名前アプリそっくりさん入ってる人はーいえママ入ってる入ってるでしょじゃあやってみようかあこれねこのアプリですやりますまず性別を選択してねだから女性女性ちょっと待って女性で次カメラ起動あ女性になってるねえで何にカメラ機能に人気でいいのあ、YouTuber にする YouTuber にしとくそうだねその方が、あ、でも全員でいっかうんうんで、カメラ起動しますで、リミちゃん撮りますはい、じゃあ結果を見るところいい、うん、はいポチどう知ってる誰になった誰これ女優だって女優多部未華子さんあー多部未華子さん誰皆さんはきっとご存知だと思います多部未華子さん
そうかな、似てる似てる似てる、あーでもなんか似てはいないけどでもそっくりさんが言ってるんだからね。はい、じゃあ次どんどんいきますよ。もう100問で長いのでね。 50m 走何秒わかる？ 50m 8秒。8秒なんで？早っ、マジ？私2年生の頃9秒だった。8秒だった？あ、違う、9だった。9？ よかった、一緒。どっちだ？私3年生で8秒。ちょっと記憶がない。すいません、記憶がないぞ。9、8どっちか。9であってくれたの。はい、次。過去や未来に行けるとしたらあ、過去か未来に行けるとしたらどっちに行きたい？未来。どうして？理由は？うん、もう未来が見たいの？うん、過去戦争嫌だから。そこまでキャンプに行く、そこまでキャンプに行く予定だったの？恐竜怖いそういう理由ね。次いきます。自分の直したいところ。ない。ない。ゲームはするのか見るのかどっちが好きですか？どっちも好き。血液型は AB 型。 YouTube やってると友達からなんて言われる？うんとね。今日 YouTube やるって。今日 YouTube やるって言われるの？今日撮影するってこと？ああ言われる。へえ。私はね、まるまる見たよしーちゃん、めっちゃ面白かったじゃん、あれって言われる。でもね、ニモの泣いたやつみんな見ててね、うん、面白かった。あれね、伝説のニモ。ね、ニモね、チョコエッグね。はい、次。朝何時に起きてるの？7時半。ほんと？ここ叩き起こされて、でも起きなくて叩き起こされて、それでまだ二度寝するんですよ。そうそうそう。私のこと好き？私は好き。顔知らない。けど好き。家族の次いきます。家族の中で誰と入れ替わりたい？かっこ白黒なし。おお、白黒なし。難しいね。誰？しょぼに入れ替わりたいんだ。そっか、大人にはなりたくないよね。だよね。なりたくない。パパになってさ、ずっと編集も嫌だしさ、ママになって家事もやりたくないもんね。しょぼが一番いいよね。めっちゃ現実的だわ。だよね、私も思った。次。お父さんに？お母さんに？ママに。ママにだそうです。部分的にパパもあるけど、ね、確かにある。スイッチがなくても生きていける？生きていけない。スイッチがなかった時代生きていけなかったのリミ。習いたい習い事は？ボル。ああ、ちゃんとボルダリングって言わないと。ボルト。ボルトじゃないでしょ、ボルダリングでしょ。ボルダリング、ね、習いたいって言っててね、いつの間にかね、うん、あ、まだ習えなかったの。2年生までは習えなくて、あれ3年生からだった？4年生じゃなくて4年生からなんだっけ、あれ、あれ3年生じゃ、まだまだ習えないってことね、うん、そっか。次、うん、ファンのみんなに一言。リミかわいい。ちょっとやだ、やめて、叩かれるよ。ありがとう。はい。学校に行きたい？かっこコロナが収まったら。行きたい、行きたくない。普通。家でゲームしたいもんね。来世何になりたい？ん？来世何になりたい？来世生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わったらね、動物園のね、
動物になりたい。へえ、ちなみに何の動物になりたいの？いっぱいいるじゃん動物。確かに臭い動物もいるし。クマちゃんにはなりたくない。クマちゃんはなりたくないんだ。なんで？好きだけど。じゃあ何になりたいの？おしゃるしゃん。おしゃるしゃん。サブになりたいの？なんで？ウッキーウッキーって言うんだよ。どこが、なんでですか？理由は？かわいい。かわいい。かわいい。はい。次。ライブいつする？いつ？わかんない。今週、我が家のライブ事情はね、パパのね、やりたい時にやるっていう。そうなんですかね。パパ次第になります。はい、正直なところ。はーい。ね。はい、次。スイッチから1日離れられますか？これが一番、あ、2番目に多い質問でした。1番目が好きな人いますかっていうのがすごく多くて、で2番目がハートがすごい、2番目がスイッチから1日離れますかって来てますけど、どうしますか？そうです。はい。最近のマイブームは何？マイブーム、自分の中で流行ってること。自分の中で流行ってることをスイッチ。はい。聞いた。次、自撮りして。え、自撮り？自撮りして。自撮りして。はい。どれ？はい、自撮り写真です。ほんと強調だけどいいの？あごねえ、あごほんと強調だけど。好きなアイスは？みんなそら一緒にやりたいです。ケロケロカロの好きなところ教えて。ペロペロくっついてくる。お気に入りの洋服ある？何？あれか、チュッパチャップス。チュッパチャップス。夏のはチュッパチャップスと、冬のはもう着れない。あの茶色の。ああ、茶色の、あのもう着れない茶色のってなんだ。あのなんか水玉のママがこれ捨てようって言ってるのにやだーとか言うし、あれもうまだ取っといてるの？じゃ持ってきて今すぐ。ちょっとね、チュッパチャップスの半袖は黒で、胸元にチュッパチャップスの絵が描いてある GU のやつです。120だった。これ長袖はこの服が、どういうところがお気に入りなのこれ？もう全部全部ここに。このお洋服にね、思い出いっぱい、うん、このお洋服に思い出いっぱいあるんだ、うん、それいつに着てたっけ？幼稚園時代だよね。その時の思い出がすごく。雪降った時に着てたの。へえ、覚えてるんだ、うん、それがもう大好き。大好き。捨てられない？もう着れないのに。着れない。へえ、だそうです。ルミの本名教えて。本名？ルミ。はい、はい。嫌いな野菜は？トマト。トマト嫌いなの？うん、あと白いとこ。白いとこ？茎。あー、キャベツの茎とか白菜の茎とか硬い茎は嫌い。チェリーも嫌い。あー、ディズニーとユニバナナどっちが好き？ユニバ行ったことないから。そっか、ディズニー。ディズニー、はい、行ってみたよね一回。うん、行ってみたい。バラで得意な武器は？得意な武器、赤とね、銅が混じったね、ザップだそうです。チャージャーも得意だ。好きなカレー屋さんは？インドカレー。タイプ教えて。タイプ？タイプない。
ないのタイプ。いないいないのタイプ。タイプどんな人でもいいのじゃあ。うん。考えた。自分を野菜で例えると自分を野菜で例えると、うん、理由はデミコーン好きだから性格とかじゃなくて好きだから単に好きだからクレープで好きな具はグレープで好きな具クレープねツナが好きなのツナ？へえ。はい。好きな漢字は？好きな漢字。はい、実が好きだそうです。なんでですか？実るっていう字が好きなの？なんとかの実とか、木の実とか。なんで好きなの？なんか好き。なんか好き。はい。好きなお菓子は？好きなお菓子カプリコ好きなお寿司のネタはサーモンマグロいつも見てますありがとうございます大好きありがとう好きな動物は好きな動物クマちゃんクマちゃんご飯派パン派パン派ご飯派最近ご飯派になったご飯が、へえ、昔パンだったよ ね、うん、ね最近ツナがあるからかそうツナおすすめのお店はおすすめのお店ねリミが好きなお店はどこなんだろうディズニーのあーさあグッズが売ってるとこディズニーストアだねそうはい好きな芸能人は好きな芸能人ヒロミもう最近テレビ見るとねひろみさんって言わなきゃいけないから映ってるとめっちゃ喜ぶんだよねそうあーあー違うの隠れファンそれ喜んでるあ喜んでんじゃないのかごめんひろみに似てる人がいるのじゃあ誰が好きなの誰もあリミナうんあれ誰マヒル好きえマヒルマヒルマヒル好き誰マヒルってお笑い芸人頑張れルーヤのヨシコの隣にいる人ああ私はよくヨシコって書かれてたじゃんあの隣にできているああが好きなのなんで理由はかわいいかわいいふわふわしてるよねはい次ランドセルの色何色水色自分を味噌汁の具に例えると卵味噌汁の具で卵なんだリミ、うん、なめこなめこなんで理由はなめこかわいいかわいい自分を例えるとかわいい自分で言っちゃってますねおいしいよねできる、はい、好きなテレビ番組はイケキューフルーツの中で一番好きなのは最近リンゴからオレンジになりましたオレンジになったんだへえ、はい。楽しかった動画は楽しかった動画これはしほりみチャンネルかな多分そうだよね今まで撮ってきた動画で一番楽しかったなっていう動画は自分が撮影してディズニーでアイス食べたそんな動画あったっけねえ、まあ、ディズニーでアイスは食べたよだけど写真かもしれない写真とりあえずディズニーでアイス食べたことねはい、はい、次なんで歯があるんだろうそれこげてたからあそっか友達何人いる友達100人言うと思ったはい次はは何の夢は将来の夢はしんちゃんと一緒に暮らす
私一人暮らししたいな。それか結婚した。はい、次行きます。告白されたことある？ない。何時に寝ますか？10時。10時。パパが10時に寝ちゃう。次志保からです。志保から。もしゲームの世界に入れるとしたら、どのゲームに入りますか？スプラ。スプラの世界に入るんですか？理由は？なんかさ、あつ森さ、無人島だから全部虫嫌いないよ。うん、だからハエとか刺さっていきそう。だって。なるほど。はい。次いきます。はい、最近怒られたことは？まったくゲームばっかりやって。本当に勉強は終わったの？終わった。もう何時間も何時間もゲームばっかりやって。え、そんなこと？もういい加減やめたら？怒ってないですけどね。みんな想像はそうかなと思って。どうですか実際？そんなには怒られてないよ。で実際怒られたことありますか？早くゲームやめなさい。一緒じゃん。はい、次。スイッチの好きなカセットベスト3。2つじゃなくて3個です。じゃあ第3位は、じゃらじゃらじゃらじゃーん、マリオ。マリオ何？あのオデッセイじゃなくてカート。カート、マリオカート。マリオカート、はい、意外。第2位は、チェル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 チェーン。あつ、あつ森。第1位はチェ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 、スプラ。スプラが一番好きなんだね。そう、意外でしょ。次、パジャマでいる理由は？パジャマが一番着心地いい。だって春夏秋冬春夏秋冬どれが好き？冬。へー、冬が好きなの？なぜですか？ね、うん、夏は虫いる。あー、全部虫基準ね。なるほどね。はい、次ラスト100問。ラスト来ました。いきます。はい、好きな朝ごはんのメニューは？ツナ。ツナ、ツナごはんですね。だから他にも言っていいよ。ツナ水。ツナ水。あとね、甘いヨーグルト。おいこすのいちごに最近ハマってんだよね。ね。以上ですか？以上です。はい、じゃあ終わりました。終了です。はい、ということでね、100問終わりましたけど、どうでしたか、りみさん？どうでした？うん。リミね。うん。ちょっとリミごめん、閉めてそこ。音が、下の音が。リミはリミです。ん？リミはリミです。はい、リミはリミ。リミはリミです。どうでしたか？質問を全部終えて回答して、難しかった？ああ。大丈夫だった。ああ。ああ、よかった。100問やったら眠くなっちゃったみたい。はい、ということでね、たくさんね、ご質問いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回はね、しほちゃんがね、いろいろやってくださって、はい、質問ね、100問選んでくれて書き出してくれて、はい、はい、今回はね、撮影もね、質問読んでくれました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、それではバイバーイ。バイバイ。よいしょ。バイバイみんな。バイバイ、スイッチしてもらう。やっぱり見だ。ね。すぐさって。やっぱり見だわ。バイバーイ。バイバーイ。